感動の使い方オンラインゼミなんですが、感動の使い方、合理的な感動の使い方って何かっていうと、全身がくまなく連動できることだろう、そこをベースにして、取り組んでいます。どうしても普段の我々の動きっていうのはこう部分的な動きになってしまっているので、まあ、全身の連動性を引き出す、エクササイズっていうものを、まあ、毎月やりましょうってこう、まあ、先月から、取り組んでるわけなんですけど、これを、まあ、今回もやってみようかなと思います。まあ、上半身の動き、下半身の動き、上半身、下半身をつなげた全身を連動する動きっていうものを、皆さんと一緒にやってみたいと思います。はい、それぞれ10回ずつ取り組んでみようかなと思います。やりながらちょっと思い出してみてください。まず上半身の動きなんですが、我々どうしても肩から先だけ、腕だけの動きになりがちなので、背中と腕と連動させた動きというものを、取り組んでみましょう。で、じゃあ背中から動かす時のポイントなんですが、両肩についている肩甲骨ですね。肩甲骨に背中の筋肉は内側も外側も集約してついていますので、肩甲骨を中心に広げたり寄せたりすると、この腕と背中が一緒に動かしやすくなるということを行いました。この背中と腕とを連動させる動きですね、この腕を伸ばしたり縮めたりという動きを肩甲骨から行うということでやっていきたいと思います。じゃあ、やってみましょう。肩甲骨を広げながら手首を返し腕を伸ばし、股関節膝を伸ばすといいですね。で1で、ここから股関節膝を伸ばしながら肩甲骨を寄せて手首を返して腕を戻します。で2、3、4、5、6、7、8、9、10という感じです。いつもご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。体の使い方オンラインゼミは、ぜひ概要欄の方をご覧ください。